令和新選組、お粗末すぎると大炎上、外戦車が事故。11日にツイッターに、令和新選組の外戦車が高さ制限の標識に衝突している写真が投稿され、外戦車の高さすら認識していない、遅末すぎるとの批判がなされ、令和新選組が大炎上してしまっております。このような外戦車の事故に関しては、 与野党問わずたびたび発生してしまっておりますので、すべての政治関係者の皆様には、運転者に対して、外線車の高さをしっかりと伝え、このような事故が続発しないように、対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。